2014年国際ウェブアカデミーの最優秀アニメーションシリーズを受賞した作品ルビー。この作品は監督のモンティ・オーム氏が作り出し、アメリカのルースターティースプロダクションが制作を続けている Web3D アニメシリーズ。日本の漫画やアニメを愛しリスペクトして制作された本作へ日本からのリスペクトをお返しする、そんな思いから誕生したのが今年7月より放送スタートしたテレビアニメルビー氷雪帝国。今回は原作のルビーとアニメルビー氷雪帝国の2つのルビーの魅力に迫る特別番組。日本の豪華クリエイターの手によって新たに作り上げられるルビー氷雪帝国でさらに広がっていくルビープロジェクトの魅力を本日は徹底解説していきます。今からでも間に合うルビー氷雪帝国徹底解説。アメリカで制作されている原作のルビー、日本カルチャーに影響されたキャラクターデザインや爽快感のある数々のハイスピードバトルアクションは多くのファンを虜にしてきました。2012年に公開されたレッドトレーラーの公開から早10年、多くのファンに支えられたシリーズは2022年8月時点でボリューム8まで制作されており、今後のさらなる展開が期待されています。そんな原作ルビーがどんな世界観なのか見ていきましょう。舞台は科学と不思議なおとぎ話が同居する世界レムナント。この世界には人類や動物はもちろん、グリムと呼ばれるモンスターまでもが存在しています。グリムによって生活が脅かされてきた人類でしたが、ダストの発見とグリムと戦うハンターの活躍によって平和な世界が守られていました。ハンターとはこの世界レムナントでグリムと戦う職業の一つ。養成学校に入学し厳しい訓練を経た後にライセンスが付与されることでハンターになることができます。ハンターたちはエネルギー資源としても活用されている自然界の力の結晶ダストを武器に使用して、オーラと呼ばれるそれぞれが持つ生命力を戦闘や防御に生かして戦います。人によってさまざまな武器を使い、さらにはオーラが発展したセンブランスと呼ばれる特殊能力を使用することでそれぞれ個性的な戦闘スタイルを持っています。そんなハンターたちの戦い方もこの作品の一つの魅力となっています。そんな世界でハンターを目指すため養成学校のビーコンアカデミーに入学し、共に苦難を乗り越える仲間となったチームルビーの面々を序盤の物語とともに見ていきましょう。まずはチームのリーダーになったルビーローズ。ルビーは銀色の目をした強い正義感を持つ女の子で、ビーコンアカデミーに飛び級で入学してしまうほどの天性の戦闘センスを持っています。性格は人見知りで消極的ですが、彼女の不器用ながらも純粋な前向きさによって多くの仲間が集まり共に成長していきます。ルビーの武器は自作した大釜と狙撃銃に変形するクレセントローズ。彼女の高速移動のセンブランスとともに素早くダイナミックなアクションを見せてくれます。そしてルビーと一緒にビーコンアカデミーに入学したのが明るく元気な姉のヤン・シャオロン。母親は違う姉妹なのですが、ヤンはかなりの世話焼きでルビーを常に気にかけています。強胆かつマイペースに振る舞いつつも誰に対しても思いやりのある姉御肌でチームルビーのムードメーカーです。彼女が使うのは重火器を内蔵したグローブエンバーセリカ。受けたダメージを反撃のパワーにする彼女自身のセンブランスによるパワフルな肉弾戦が得意です。なんと激光すると瞳が赤くなり髪も燃えるように輝きます。アカデミー入学早々友達ができるか心配なルビー、そんな彼女の前に現れたのがワイス・シュニー。ワイスは
世界最大手のエネルギー製造企業シュニーダストカンパニーのご令嬢。お嬢様育ちで上品な物腰ですが、入学前より英才教育を受けて育ち、自分にも周囲にも厳しいため、チームメイトと衝突することもしばしば。しかし時折見せる彼女の温かさが魅力的です。武器は多機能のレイピアミルテンアスターで、足場などにも活用できる魔法陣を操るセンブランスと組み合わせ、多角的で臨機応変な攻撃スタイルが得意です。そして最後の一人が彼女、ブレイクベラドンナ。読書が好きな謎めいた少女ですが、実は彼女はファウナスという一部獣の器官を持った獣人種です。頭のリボンは猫耳を隠すためのものであり、過激派組織のホワイトファングの元メンバーという過去があるため、ビーコンアカデミーではそれらの事実をひた隠しにしています。口数も少なくクールな印象ですが、チームメイトとの共同生活を送るうちに徐々に少女らしい姿を見せるようになっていきます。使用する武器は剣や鎌などに自在に変化するガムボールシュラウドで、分身のセンブランスを使ったトリッキーな攻撃スタイルで戦います。そんな個性的な彼女たち4人がビーコンアカデミーで出会い、時にぶつかり合いながらも日々成長していきます。ルビー氷雪帝国でも一つのポイントとなっているワイスとブレイクの心の隔たり。そもそもワイスの一族が経営するシュニーダストカンパニーは、ファウナスの中の過激派組織ホワイトファングからの様々な破壊行為による被害を被っていました。そのため家業や自身の家族をも傷つけるファウナスへ憎しみのようなものをワイスは抱いています。ホワイトファングも元はといえば、人間とファウナスの両者の関係を改善しようと平和的に始まった組織でしたが、人間によるファウナスへの差別が止むことはなく、いつしか人間を攻撃する過激な組織へと変貌してしまいました。当のブレイクも今のホワイトファングの行動に疑問を持ち、組織を脱走しました。しかしファウナスとして人間に迫害されてきた過去が消えることはなく、ファウナスを理解しない人のことをよく思っておりません。そんな二人のすれ違う思いがどのように変化していくのか、原作ボリューム 1-2 では注目でしたね。さまざまなエピソードがありますが、その他にも個性的なキャラクターが多数登場。チームジュニパーのリーダーで強い責任感を持つ司令塔のジョーン・アーク。ハイテンションで巨大なハンマーに変形する武器を縦横無尽に振り回すノーラ・ヴァルキリー。訓練学校を首席で卒業し、トーナメントで4年連続優勝した実力者のピュラニコス。常に冷静沈着で2丁の銃器を駆使して剣法のような動きで戦場を駆け回るライレン。そしてルビーの才能を見抜きアカデミーに導いたビーコンアカデミーの学長のオズピン。その他にもシーズンが進むにつれて魅力的なキャラクターが数々登場します。個性的なキャラクターの今後にも注目しつつ、それぞれの思いを胸にハンターを目指し成長していくチームルビーの活躍に目が離せません。ルビーシリーズは2022年8月時点でボリューム8まで公開されており、今後の展開に注目です。この機会にぜひ原作ルビーを見てくださいね。さて続いては今年7月より放送中のテレビアニメルビー氷雪帝国。アニメで描かれる物語は原作ルビーのボリューム1とボリューム2の狭間に位置する作品です。原作ルビーが日本のアニメ作品をリスペクトして制作されたように、今作ルビー氷雪帝国はアメリカに対してのリスペクトを送り届けるため、日本の豪華スタッフが集結して制作されています。日本で紡がれる新たなルビーのこれまでの物語を振り返ってみましょう。リーダーはルビーローズ。試験を乗り越え晴れてビーコンアカデミーに入学したチームルビーの面々。
ある日突然、チームジュニパーのジョーンがグリム・ナイトメアに取り憑かれてしまいます。ナイトメアとはオーラを吸って成長するグリムで、葛藤を抱えた繊細な心の持ち主ほど狙われやすく、取り憑かれた人は夢に囚われ眠りながらグリムの苗床になってしまうという恐ろしい存在。夢に囚われたジョーンを救うため、今作オリジナルキャラクターのナイトメアハンターシオンのセンブランスを使って、ピュラ、レン、ノーラがジョーンの精神を映し出した夢の中に入り、ナイトメアを殲滅。その中で種に帰れ。あ、寝過ごした。授業は。ジョーンは事なきを得ます。ですが、脅威を跳ねのけ安心したのもつかの間、自身の家族やホワイトファング含むファウナスに対して葛藤していたワイスの心の隙に別のナイトメアが入り込み取り付いていました。夢の中へと閉じこもってしまったワイスを救うため、ルビー、ヤン、ブレイクはワイスの夢の中の世界へ潜入します。今から皆さんを夢へと誘います。3人はナイトメアが根付いている場所を目指しますが、ワイスの心から作られた夢の世界そのものに行く先を阻まれ、夢の中のワイス、通称ネガワイスに太刀打ちできず、二度にわたる潜入は失敗に終わります。目覚めなさい、今すぐに。シオンのオーラの回復時間を考えると、次の潜入で決着をつけなければナイトメアの侵食が進み、ワイスの命が危ないと聞かされた3人はチームジュニパー、ペニー、サンと対話する中で各々のアイデアを見つけます。ありがとう。私ね、作戦を思いついたよ。私もやるべきことがはっきりしたわ。そのアイデアを実行すべく再び夢の中へと向かうチームルビー。果たしてこのラストチャンスでワイスを助け出すことができるのでしょうか。今後に注目です。今作ルビー氷雪帝国で登場するキャラクターや声優陣は原作ルビーの吹き替えそのまま。お開きにしよう。俺たちと同じファウナスじゃない。さらに今作のオリジナル要素として新キャラクターシオンの登場や各キャラクターの夢の中の姿が新たに描かれています。今回は改めてグリムによって作り出された夢の世界と物語の鍵を握るシオンの力について見ていきたいと思います。ナイトメア、グリム、ナイトメアによって形成される夢の世界、取り憑かれた者のトラウマなどが元になり個性的な世界が作られます。英雄一家の落ちこぼれであることに悩むジョーンの世界では、偉大な父祖の彫像たちに彼が囲まれていました。ワイスの夢ではシュニーダストカンパニーを中心に彼女の故郷であるアトラスに似た世界が形成され、シュニー家の人々が奇妙な姿で存在していました。ワイスの心の内を表したような標識などが印象的ですね。そんなワイスの夢の世界に挑むため、チームルビーはシオンの力を借ります。シオンの能力で夢の中の登場人物と入れ替わることで、彼女たちはワイスの夢の中で行動が可能となります。ブレイクはここにいるわ。夢の中では特殊なコインが使え、シオンとの通信や自分のデコイの作成などができますが、制限は12枚。
最後の1枚を夢から覚めるために使用する必要があるため、その使い方にも毎度ハラハラしますね。まだまださまざまな仕掛けのありそうな夢の世界、今後の展開が待ち遠しい。ということで、今回は特別にこの番組でルビー氷雪帝国を作っているシャフトに潜入、制作現場を少し覗いてみましょう。まずここではキャラクターの動きの基本となる原画という作業が行われています。設定資料や絵コンテをもとに描いていきます。次に原画と原画の間を描き、絵に動きをつけて滑らかにする作業が動画。動画では原画をトレスし、描線を明瞭にしていきます。その動画に指定された色を彩色する作業が仕上げ。線画だったルビーに色がつきました。撮影では仕上げをした動画と背景などを合成します。光やぼかしなどの効果も入れることで映像のクオリティを上げます。さまざまな工程を経て作成されているんですね。さらに今回は今作で監督を務めた鈴木俊正さんにこの番組独占の特別インタビューを行いました。もともと、この作品 CG アニメとしてのルビー自体は、結構前から知っていたので、実際に2013年に配信される前にショートトレーラーみたいなものが流れてて、それを見て、いやすごいアクションしてるなとこういうのもう普通にアメリカの方ではそれこそネット配信だったですけど普通にやってるんだなっていうのでちょっと驚きましたね。本編の方も見る機会があってすごい面白い作品だと思ってたんで、まさかだからそういう意味で言うと日本で要は向こうで CG アニメーションとして成功してる作品なのに、あえて日本でしかも 2D って要は手書きのアニメーションとして改めて企画されてるってこと自体まあ驚きましたし、それを監督としてオファーをされたっていうのはすごい光栄でした。原作をなんかかなり改変するとかそういうことは全然考えていなかったので、主に主役の女の子は4人いますけど、彼女たちをやっぱり魅力的に見せるのが多分一番作品にとって幸せなことなんじゃないかなと思うので、やっぱそこの彼女たちがどういう気持ちでどういう行動を起こしてっていうところはやっぱり丁寧に追っかけていきたいなというふうに思っていました。今回そのキャラクター原案的な形で参加していただいている福家さんというイラストレーターの方、まずは彼にそのこういう話、まあ、ワイスのそういう夢の世界を作っていくっていう中で、いろいろアイデアを出していただいて、まあ、やっぱりワイスっていうとアイスクイーンとか言われているように、まあ、ちょっと冷たいとか、冷ややかなとかそういうちょっと硬質なイメージだったりもするんで、まあ、それに合わせて多分そのワイスの夢の中もちょっと寒々しいとか、まあ、そういう雪とかそういう氷とかそういうイメージが一つベースにはあったと思うんですよね。シオンは今回、ルビーのこのシリーズの中で唯一のオリジナルの多分キャラクターになると思うんですけど、 2D アニメを日本で作るにあたってでオリジナルのキャラが必要だっていう流れの中で言うと、やっぱりアメリカの CG には限らないかもしれないけど、まあ、向こうの作品ではあまり出てこないタイプのちょっとキャラクターがあった方がいいんじゃないかなっていうのがあって、ちょっと容姿としてもかなり中性的な雰囲気だったりして、まあ実際当ててる声優さんも女性の方を入れたりとかして、日本のアニメーションではある意味よく見かけるかなっていうキャラクターをちょっと入れたいなと思ったんですね。だからシオン周りのものは基本的には何らか道具類とかにしても基本は和テイストの方でキャラクターを作り上げてますね。
ルビーの既存の世界、もともとの現実の世界感を破綻させない範囲で、ワイスの心象を要は具現化した空間なので、夢の中っていうのはそこが成立するように作ったつもりですね。4人のキャラクターをどういうふうに魅力的に見せられるかっていうところがやっぱり一番大きいのかなと思ってて、キャラクターのその微妙な気持ちの揺れとかそういう感情的なところを丁寧に追っかけていければ、でそれが表現できれば一番いいのかなっていうふうに思っていますね。今回で言うと特に、ワイスの夢の中っていうところが見ている人にとって伝わればなと。あの空間って要はワイスのコンプレックスとか葛藤とかそういうものがある種詰まってて、まあワイスが理想としてる空間っていうか、帝国みたいなものになっているので、そこがうまく夢の中の世界観としてきちんと見てる人に伝わってくれればいいなっていうふうに思います。その中に要はルビー、ヤン、ブレイクたちが入ってて、ワイスと絆をまた深めて一つ成長していくみたいなところが見せられると、まあ逆に言うとそれでいいんじゃないかなと思ってるんで、まずはその世界観をきっちり魅力的に視聴者の皆さんに届けられるのが自分の中ではやっぱり一番大きいかもしれないですね。アメリカの要は、原作の CG アニメのファンの方々もまたその今回、たまたまきっかけがあって 2D アニメーションとしてのルビーを、見ていただく方にも、まあ、両方楽しめるようにっていう形でお話とかも作ってたりはするので、ぜひぜひ見ていただいていろんな人に話してもらって気持ちよく見終われるように作ってはいるので、ぜひ最後まで本当に見ていただきたいなと思います、はい、これからの展開が待ちきれません。鈴木監督ありがとうございました。皆さん、ルビーの世界はいかがでしたか。今日はアメリカのルースターティースプロダクションからも日本の視聴者にビデオメッセージが届いています。ご覧ください。 Hey everyone, my name is Kerry Shockross and I'm Ruby's showrunner. Hi, I'm Eddie Rivas, head writerHello, I'm Erin Nguyen. I'm the art director for Ruby. We are so incredibly excited about this new project. So many of the individuals and teams working on this have been inspirational to us over the years. So it's an honor to be able to work with them and have them play in our world. We're working closely with the teams in Japan to make sure this still feels truly like Ruby, but also giving them a lot of leeway to make sure it's still uniquely them. It's so exciting to see Ruby like we've never seen it before, and we can't wait for fans to see what's ahead.新しい Ruby のプロジェクトを楽しんでいただければ幸いです。皆さん、Ruby に興味を持っていただきありがとうございます。Goodbye. Bye. Goodbye. 原作の Ruby、Ruby 氷雪帝国、どちらもこれから目が離せませんね。引き続き皆さん、Ruby をお楽しみください。